はい、双子座の皆さん、こんにちは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、急遽3月13日の新月から3月29日の満月まで、ちょっとこの2週間の流れをタロットでリーディングしてみたいと思います。まあ、3月は3月でね、まとめて星からのメッセージで言ったんですけれども、やっぱりタロットってね、見たらすぐに結果が変わるし、見てまた自分が動いたら結果も変わるので、特にこの3月13日の新月からいいきっかけなので、ちょっとねタロットで見て何かヒントになればいいかなと思って見てみます。そしてちょっとこれは時間をなんて言うんでしょう、もう編集なしで開けてますので、ちょっと私の話がもごもごしたりとか間があったりとかしたらすいません。早送りで聞いてください。はい、また4月の星からのメッセージは3月末にアップしますので楽しみにしててください。今回はタロットなんですけど、このタロットを使います。これすごくね大きいんですよね。 手より大きい。なのでちょっと混ぜにくいんですけど、迫力があるのでこれでやります。はい、で今回3月13日 の新月ってね、魚座ですごく固まってるんですね。で魚座っていうのはすごく優しくて慈愛に満ちてなんですけど、その主星である木星も実は今近くにあるんですね。そして魚座っていうのは主星の木星だけじゃなくて、古典占星術ではね、すいません、魚座の主星は海王星なんですけども、古典占星術では木星も主星だったんですね。ですから木星の理想や発展のためになんかこう広がっていくエネルギーっていうのもあるだろうし、海王星のね優しさとか慈愛とか、何か自分の傷が溶けていく、癒されていくっていうのもあるでしょうし、どちらにも使っていただけるかなと思います。特に今はね、太陽と月だけじゃなくて金星も海王星も近くにあるから、なんか本当優しいっていう感じがするんですよ。でこの優しいエネルギーを双子座さんの皆さんはどんな風に活かせるかなと思ってちょっと見てみます。はい、まあね、13日以降結構17とか18とか19とか満月までも非常になんかいい流れだなと私は思ってますよ。はい、特に今この3月13日っていうのは双子座さんにとっては自分の未来とか自分の理想みたいなところに光が当たってるから、何かが始まりそうですけどね。じゃあちょっと見てみましょう。はい、ではいきますね。ちょっとカードを見えなくてもすいません。なるほど。まず一つ思うのは、自分に対しての制限が厳しいかなっていう感じがしますね。せっかくこの3月20日ってね、3月13日ももちろんですけど、3月20日の春分からこうやっと春が来てね、新しくなるっていう時に、ああこんなことやってみたかったんだとか、こうすごく穏やかな気持ちとか優しい気持ちとかっていうのがやっぱり今あるんですよね。でもそれをなんか書き消すかのように、いやもっとこうしなきゃいけないでしょ、もっとこんな風に生産的に動かなきゃいけないでしょみたいな、なんかこう動けていない自分とか、または体の不調ですね。なんか動きたいのに動けない、なんか例えば足が痛くて動けないとか、そういう体の不調っていうのをもしかしたら感じている方もいらっしゃるかもしれないですね。でこれはですね、そこが癒されているっていうふうに思ってください。今すごくよくあることなんですけどね、未来への流れが強くて、未来への動きが強いっていう時に、体が悪くなっちゃったとか病気になっちゃったっていう時にすごい落ち込む方もやっぱ多いわけですよ。いい時なのにどうしてこんなことになっちゃったんだろうみたいな思う方も多いんですけど、いやいや実はね、未来を生きるために今体を治しとこうみたいな、
こう未来を生きる自分にとって今のこの体のバイタリティではダメだよっていうことで、今見直す、注目しておく時だよっていうことで、何かね体に起こってるケースも多いんですね。なのでもし実際本当に体が今ちょっとしんどいですっていう方は、今癒されてるところなんだと、何かがこうちゃんと表に出て手放していく最中なんだなって思っててほしいんです。でもし体ではなく思考の中で制限しているとしたら、そこは自分の思考を外していくいいきっかけになるよっていうふうに言われています。まあね、ソードのエースが出てるので、やっぱり切り開いていくと、やってみる、ちょっと無理でもやってみるみたいな、なんかそういう強さがありますね。でもその前にやっぱりなんかこんな自分でダメなんだとか、こうじゃなきゃいけないんだみたいな思いがあって、なんかそれをかき消すかのように、なんかポジティブなエネルギーでいこうみたいな感じがあるんですよね。でこの3月の末まではすごくそれはいいですよ。未来に向かってのエネルギー、バンドの3とかも出てますし、あとペンタクスの2も出てるので、なんだかんだ言いながら楽しく未来に向かってやっていける、そしてまた新しい学びもあるみたいなね、ペンタクスの3も出てますし、だけどやっぱり物事がね、ソードの6の逆位置も出てますし、オラクルが実は吊るし人だったりするので、本当のところね、現実今の自分を否定して未来の自分を描くっていうのが、ちょっとここで見直しがさせられてるかもしれません。まあ私もねやっちゃうんですけどね、まあよくある例として、例えばもっと痩せたいとか思って、こんな例えばこんな体じゃダメなんだと、こんな太ってちゃダメなんだみたいな感じで頑張って痩せて、そして痩せれたとするじゃないですか。そしたらまあ目標達成でいいんだけど、でも同時にやっぱり太ってたらダメなんだという自分の信念を強化することになるわけですよね。ですからこうプラスに頑張ってうまくいってるかのように見えて、実は自分をもっと陥れてるっていうことはよくあるので、この3月ってね、そういうことも溶かすよみたいな、もういいんだよっていうエネルギーなんですよ。すごく優しいんですよ。もう絶対頑張らなきゃいけないとか、これが正しいんだとかっていう感じではなくて、昔の双子座さんが感じていた穏やかさとか、なんか柔らかさっていうのかな、ほんわかした楽しさとか、なんかそれを思い出してねっていう感じなんですね。こうやっぱ現代社会を生きてると、どんどんヒリヒリしてきますよね、神経がね。なんかそこをまた、じゃあ頑張るぞって言って頑張って、さらに自分を追い込んでって言って、まあそれもまあビジネスとして、これはこの仕事は3月末までなんです、だから頑張りきりたいんですだったらいいけど、その後ちょっとまたねしんどくなっちゃったりするから、自分でそこはうまくバランス取ってくださいね。まあ、メッセージとしては、協力者がちゃんといますよと、まあ、3っていうカードが2つ出てるんですけどもね、まあ、自分と誰かだけじゃなくて、またさらに別のね協力者、専門のアドバイザーとかそういうのもいますし、やっぱり自分の心が何のためにそれこれを頑張ってるのかっていう、その穏やかさとか昔求めていた感覚、それは頑張った後に得られることももちろんあるんですけど、いや今も得られますよみたいなね、そんな感じで言われています。ですので、一つはちょっとお体もし無理して頑張っていたのであれば、そんなにね無理しなくていいですよっていうことと、そして思考の中でね無理していた方っていうのは、そうね、今からもう新しい自由な私が生まれてくるんだみたいな感覚で捉えてみてください。このカードのね、吊るし人ってこんなね、なんか赤ちゃんが胎児のあれなんですよね。今から新しい自分が生まれてくるみたいな感じで捉えてみてください。ということで今回はこんな感じです。また3月末に4月の星からのメッセージをお届けしますね。もしこのメッセージちょっとでもよかったかなとか、なんか参考になったかなという方は、ぜひコメントやいいねボタンをよろしくお願いします。ではまた、ありがとうございました。